それなりに充実した日々、それなりに楽しい毎日。でも今までずっと生きてる実感が持てなかった。あの青い絵を描くまでは。俺の心臓は今動き出したみたいだ。美術は面白いですよ。文字じゃない言語だから。あなたが青く見えるなら、リンゴもウサギの体も青くていいんだよ。美大って俺入れると思います？わかりません。でも好きなことをする努力家はね、最強なんですよ。境内に行きたい。才能とかないかもしれない、でも俺今はこの瞬間全部をかけて絵を描きたい。芸術は自分がどう感じたかのが大事やろ。今のままじゃ芸大はきついね。悔しいと思うならまだ戦えるね。今はこれに全部かけるって言ってんだよ。絵描くのって体力いるじゃん。お前本質を何も分かってない。好きなことをやるっていつでも楽しいって意味じゃないよ。